裏へ通るか、戸田か、かわした、シュート決まった、町田先生、戸高がまた決めました。ディフェンスラインとそのゴールキーパービクトルとね、まあ連携といいますかね、はい、まあ、これ苦し紛れのパスですからね、はい、まずここが戸高も全く戸高の近くにディフェンス選手いませんでしたね。そこが一つと、あとは裏に蹴ってくるその体勢を見てね、はい、やっぱりビクトルももう一歩ね、はい、まあ、スタートがちょっと遅かった感じがします。